EF15 型は日本国有鉄道とその前身である運輸省が1947年から1958年にかけて製造した貨物列車経営用の直流電気機関車である。第二次世界大戦終結直後の輸送需要に対応するために設計された貨物用機関車で1947年から1958年までに202両が日立製作所、 川崎車用、三菱重工業、東京芝浦電機、汽車製造、日本車両製造で製造された。旅客用の EF58 型とは、台車や電気機器など使用部品が共通化されており、共に事実上の標準型として大量に製作された。形式図貨物用電気機関車としての基本的な構成は EF10 の流れを組むものである。同時期に製造された。 旅客用の EF58 とは、車体、電気機器等を共通設計とし、製作工程の簡易化と入手の容易な使用材料の選択による量産設計の徹底を図った。製作直後から直流電化の使用線区に甘ねく投入され、貨物列車券引用として使用された。ただし東海道、山陽本線では EF60 系。 EF65 系の投入によって次第に区間貨物列車への運用が多くなり1978年10月改正で広島機関区の運用離脱を最後に姿を消している一方首都圏や上越線を中心とした運用は1980年代になってからも健在であったが初期に製造された車両は老朽化が進み1978年より廃車が開始された その後も、貨物列車の列車キロ削減と老朽化などで通ったが、進み、上越線、新越本線の運用は1982年までに EF64 型に置き換えられて消滅し、東北本線や高崎線の運用も EF60 型に置き換えられて1985年3月改正で姿を消した。最後まで残ったのは、阪和線、帰省本線の貨物運用である。 流撃管区には昭和40年代に初めて配置され、阪和線の貨物列車用として使用されたが、1978年10月の規制本線電化開業により運用区間が新宮駅まで拡大し、配置車両も最大14両に増加した。しかし、1986年3月の ダイヤ改正で大半が EF60 型に置き換えられ、123.158、八8 4号機の3両のみ残存し、引き続き使用されたものの、同年11月改正で、規制本線西部の貨物列車が廃止され、同時に EF15 系のすべての営業運転が終了した。最後まで残った3両のうち、158号機のみ、西日本旅客鉄道に引き継がれ、 車席を残したまま保存されていたが、2011年に車席抹消された。2017年4月1日現在の保存車両は以下の通り。なお EF15192 も大宮総合車両センター内に保存されていたが、冒頭以降の2017年内に同センター内にて解体された。ありがとうございます。